イルカパーク。Hey guys。Hey guys。ビジネス専門学校2年生の湊選手です。こんにちは。今回は卒業研究を紹介していただきます。この前紹介したようにね、卒業研究を一人一つテーマを持ってやってるんですけれども、湊選手はどのような卒業研究をしていますか。イルカの傷についてです。地味なテーマなんですよ。まあただね、結構この研究テーマね期待しています。はい、詳しく言うとどういうようなテーマですか。イルカの傷について、はい、調べて、はい、原因を考えて対処する、はい、っていう研究です。なるほどね。まあいろいろね、こう飼育をしていると、生活をしているとね、なんかどっかでこいつ吸ってんなとか、はい、これ何でできてるんこんな傷みたいなのがね、たまにあるんですよね。でそういうのをなくしていきたいということですね。で、ひいてはそういう取り組みが動物福祉向上につながるのではないかということですね。素晴らしい。では、その研究の方法ですね、それをちらっと紹介してもらいましょう。はい、はい、最初にイルカたちのもともとあった傷の、はい、何傷、すり傷とか交渉とか、はい、切り傷とか、はい、をまず分けて、何パーセント傷の何パーセントがその傷なのかっていうのをまず出しました。ああ、なるほどね。はいはいはい。で、それから今やってるのが新しい傷ができたら、はい、このまとめてます。やってますね、それ。でまあ、こんな感じでイルカの絵があるんですけど、はい、傷が新しくできたら、まあ、こんな感じで、こんな感じね、何月何日どこにどんな傷ができたのかっていうのを集めてます。そのデータを。わかります、皆さん、これ背びれなんでね、多分こう頭のところにね、はい、こういうような傷がつきましたよみたいなのを全部記録に取っていってると、はい、っていうのを4個体全体やってるんですよね。そうやってます。これを1年間ぐらい、そんなできてない1年だったらデータを集め、卒業してしまいますからね。なんで、まあ、発表のね12月ぐらいまで、はい、まあ、4、5ヶ月ぐらいとあるんで、まあ、それを集めると、はい、でそこもとりあえずデータを集めてみて、そこからいろいろ原因とかを分析して、なんか傷の減少に貢献できたらなというような研究ですね。そうです。あ、素晴らしいですね。今のところどうですか。どんな感じですか。結構傷が、はい、できるので、はい、最近多いね、はいはい、最近多いです。なんか季節によってももしかしたら違うんじゃないかみたいな。なるほどね、はい、月によって、はい、そういうデータも取れたらいいなって。これこそまさにね、主観ではなくきちっとデータにしてね、見ないとよくわかんないところでと思いますので、引き続き頑張ってください。はい、はい、そうしましたら、ジョアワード。